はい、こんにちは、秀丸です。今日はね、一つまた実験をやっていこうと思ってます。何をするかというと、こちらなんですね。これ、まあ皆さんお目にかかったことはあるかと思いますけれども、ロープナイフと言われるものです。ロープを切るためのナイフですね。結構ね、パン切りナイフみたいな感じなんですけど、ロープナイフというからにはロープ切るのすごいんでしょということで、なんぼのもんじゃいというわけで、今日はね、こうやっていろいろ刃物をね用意したので、これでロープを切り比べてみようかなという実験です。何を切っていくかというと、こちらですね。船なんかに一般的に使うこのポリエチレンのロープ、化学繊維で太さが12mm、三つ打ちのロープになります。もうね、今日はこれ2つ折りにしてこう切っていくんで、速さとあとは切れ味を評価にしてみたいと思います。まずトップバッターね、こちらロープナイフの方からやっていこうと思います。ではロープナイフからスタート。こんな感じですね。まあ時間としては、あとまたテロップ入ったら入れておきます。切れ味で言うと、やっぱりこの並々ですね、ギザギザがあるので、このギザギザに繊維が引っかかってくれて非常に切りやすいという印象です。次はこちらですね、シマノの小手刃になります。ロープナイフとして使えないのかということでやっていきます。いきますね。はい、こんな感じで切れました。こちらのね、小手刃なんですけど、切れるには切れたんですが、切りやすさのところで言うと、そんなに気持ちよく切れたという印象はないです。断面をね、こうやって見比べてみてるんですけど、こっちがロープナイフで、こっちが魚締めのナイフなんですけど、まあ断面そんな変わりはないですかね。ただ切れ味で言うと、やっぱりロープナイフの方に分があるなという印象です。3番手こちらですね、まあ、どこのご家庭にもあるでしょう、カッターナイフです。ちょっとうちの家にはね、この細刃ですね、ここの刃の幅が太いのと細いのあると思うんですけど、うちはこの細刃しかなかったんで、ちょっとこれでやってみたいと思います。まあ一番ね、最大まで伸ばした状態で切っていきます。いきます。まあ予想通りですね。ちょっと力を入れた時に刃がこうグニャンとなってしまって、ポキッと折れちゃいましたといった形です。切れたのは切れたんですけど、この途中までですね、こんな感じでちょうど半分くらい、三つ打ちのうち1本も切断はできてないですね。こんな感じですね。こんな感じで、まあ途中で折れてしまったということで、カッターナイフは計測不能といったところですね。ということで、こちら料理用のね、三徳包丁です。これでどうなるかというところでやっていきます。ということで、いきますね。はい、こんな感じ。わりかしスパッとロープナイフぐらいのスピード感で切れたんじゃないかなと思います。断面も実はね、すごく鮮やかというか、すごくね、切れ味が良さそうな断面してますね。こんな感じ。今使ったこちらのはですね、確か貝印だったかな、貝印のステンレスのものです。一昨日だったかな、砥石で研いだばっかりなんで、まあ、切れ味も非常に良かったっていうのはあると思います。ちょっと実験をしてみた結果で言うと、こちらのもうロープナイフですね、ロープ専門のロープナイフと、こちらの三徳包丁は非常に切れ味としては近いところにいるんだなという印象を受けました。でこちらですね、こちらの魚締め用のナイフと、まあ、ちょっと折れちゃったんですけど、こちらのカッターナイフ、この2本は実用には不向きという印象を受けましたね。こちらのロープナイフ、さすが専用品ということで、ロープを切るという意味では非常に切れ味が良かったなと思ってます。こちらのね、包丁も非常に切れ味としてはいいで、あの船にね、積んどくんであれば、まあこれはこれでいいのかな。船の上で魚さばくのにも使おうと思ったら使えるしね。なのでこれも使えるんじゃないかなと思います。まあ、こういったね、結果になりました。お好きな方を船に積まれるのもいいんじゃないかなと思いますけども、両方とも刃渡りでいうと非常に長いので、これを無意味に持ち歩くとなると、ちょっと問題があるかと思います。皆さん、あのいい大人だと思いますので、ご理解いただけると思いますけれども、今日はこの化学繊維のロープをいろいろナイフ刃物で切ってみたという動画です。以上です。